この瞬間喜んでるのは私だけやろな。猫たちとの温度差が激しすぎる。ほれ。今度いける違うかな。さっきよりいいかも。よし、行くか、行くか。さっきから匂いでばっかり。アビタお願い。もしかして、もしかする。あ、ちょっと遊んでる。時カメラ気にせんでええねん。まずは動かさずに置いてみよう。無反応すぎる。ここにおった。おい、ここだよ。スイッチオン。興味はあるんだけど、どうしていいのかわからんって感じかな。ジミ、ジミ。お掃除ロボットみたいにターンしてほしいな。なんじゃこれ。すっごい考えた結果、洗面器。
猫は喜んでない。ニャンズ戸惑ってますね。気分が変わって今日はいけるかな。同じやん。頼んだよ、青虫くん。ピロピロがポイントですね。めっちゃ食いついてくる。パッケージに絡みついてるのがなかなか取れない。はい、ようやく取れた。この感じ、この感じ。喜んでるの私かも。なんかね、ちょっと不思議な時あるんですけど、3匹がガーって一緒に行くことって珍しいんですよね。1匹が必死な時って2匹はじーっと見守ってたりする。これってテリトリーの一環なのかな。猫は猫なりに調和をとってるのかもしれないですね。ただこのソマリのアビちゃんだけはね、ちょっと空気読めないところあるんですよね。話しません。話しません。超甘えん坊で超食いしん坊。ちょっと苦しそう。なってるなってる。このカバー何枚目かな。ヨッシーくんが来ましたね。見てるだけかい。疲れが足に出てるか。もうそろそろやめた方がいいかな。
疲れてしまった。